広島戦終わって野村選手来ていただきました。PK ナイスゴールでした。ありがとうございます。今年はなかなか PK がうまくいかなかった部分があったんですけど、狙い通りだったんですか？そうですね、まあ、PK も練習してますし、今は、加藤さんから指名された選手が蹴るっていう風になってるので、毎日 PK の練習もしてますし、まあ、もちろんみんなも PK の練習してるので、まあ、その中で責任を持って自分が蹴るということで、まあ、いつも通り、やりました。まあ、残りの試合もまた PK あると思うんで、その時はまたお願いします。はい、わかりました。また練習してきます。で、まあ、ちょっと中断があって、9月今度は湘南戦がホームでということで、まあ、残りいよいよもう11試合ということになりました。その辺、まあ、状況も厳しい状況ですが、あの一言お願いできますか？もちろん選手も、スタッフもみんなまだ全然諦めてないですし、もちろん選手も、スタッフもみんなまだ全然諦めてないですし、今回出た課題っていうのをまた、そんなに大きな差はないと思ってるので、ちっちゃいところをどれだけ突き詰めてやれるかというところと、あとは選手がどれだけエネルギーを出せるかというところが、非常にラスト11試合大事になってくると思いますので、残り11試合、2週間の中断しっかりリフレッシュして、また次に向けて湘南戦に向けていい準備して、いいスタートがまた切れるように、この2週間とても大切に過ごしたいと思います。また引き続き応援よろしくお願いします。期待してます。はい、ありがとうございます。お願いします。